ボックスホビー天国2にやってまいりました。さあ本日はこれですよ、はい、ゲストモデラー実演。このイベントで吉本プラモデル部が呼ばれておるわけですよ。はい、ね、いいんでしょうかね。まあ分かりますよ、これはもう皆さん塗られてる方々ですはい、はい、私ここが初めてになりますけど。いや全然大丈夫ですし、いいでしょう。実演っていうのは多分できる人がやるんですよね。できる人っていうか、これ本来はだからあのプロモデラーの方とかがやられる中で、我々も呼ばれてしまったので、我々もどっちかというと場違いな状態なんですよ。あ、本当に先天的に僕らがおかしかった。でも逆に場違いを振り切ってる俺の方が得だったそうです、まあ、逆に言えばね、逆に言えば正解です。 OK、 ありがとうございます。自信が持てます。だからボークスさんからその依頼があった時も、私あのトークメインで良ければという感じあ、なるほどね、はいはい、どうしよう、そっちも不得意なんですか。いやいや、だから吉本をやめてなってしまいますけれども、そう、ね、はい、そういうわけで、この後13時から、イベントなんですけど、はい、まだ11時半です。はい、ね、まだちょっと時間ある。なぜ早めに集まったかと言いますと、はい、この実演の時に使うキットをこれから買いに行こうじゃないですか。よし、ここで買うと。はいはいはい、ね、で、まあ、買い物シーンはですね、ちょっと他のお客様、はい、そうお店がね開いてるので、買い物シーンはちょっと撮影することができないんですけども、ちょっと皆さんで買ってきて、でここで持ち寄ってどんなものを買ったかっていうのをね見ていこうかなと。こっそりでもダメですか。こっそりなら大丈夫でしょ。あの普通に今日お休みの方がね、そうなんですよ、チャーリーとね、はい、ジオラマおじさんがそうです、来ております。お互いの話がいや、あの別にほんならしゃべっちゃよくないとかないんですよ。なんでそんな会釈してな全然なんで首を振るばかり。出演は7月10日の組なんですよね。なんで来たんですか。ジェスチャーで見に来たんじゃない。撮ってなくて喋んなかったらもう分かんないから。いや普通に見学に、はい、見学にね。そうですね、まあまあ、なぜ見学にっていうのはね、あの、まあ、遊び行きたいなっていう話もあったんですけども、はいはい、まあちょっとこれの打ち合わせの段階でね、副部長九太郎が、はい、でも私あの26日の方も、はい、もちろん見学に行きますよ、はい、言ってたんで、ね、後輩たち2人も、はい、あ、じゃあ僕らも行きますよ、はい、からって、はい、9太郎来てないって、はい、あの人、元来適当なんだあるんですね絶対ね、これやっぱ、たぶん振りだったんですね。あの本番始まっても来ないっていうふうにかけれるんで、で、あの本番終わった後に、あ、すいません、もう終わっちゃいましたかっていうわけではないわけと思うんで行く気はあったんだよ、ね、来るかもしれないで、この後ちょっと買い物なんですけれども、はい、私が、はい、ちょっとキット代を出しましょう。いやただ、全員で1万円まで。はい、そうですね。あ、なるほど。なるほど。下にすごいでっかいのが1個18万のがあった。ダメダメ。18万。いや、見た先に見ちゃった。違う。ボークスさん本当にピンからキリまであるから。こんなのあるんだみたいな。いや、18万ピン来たらもう鉄オプライムもうタジタジなんだよ。タジタジのやつすげえのあるから。18万はダメですね。でも、ね、ピンキリですから、はい、あの安いのもあるから。あります。安くてすごくいいのもありますので、まあ一人2500円以内ですね。そうですね。はい、それで選んでください。わかりました。それで領収書はください。とりあえず。じゃあ買い物に行きましょう。さあ、はい、お買い物をしてまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、合計金額が、はいはい、お買い物したところ、2万6000円え、あれということで、これが、はい、すいません、私物でねなんだ私物お買い物でした、すいません、我慢したのに俺18万のやつ、ね、のやつ、パレホ、33本お買い物めちゃくちゃ買ってるもうそれが1万円下の娘までちょっと筆塗り始めたのよ。そうなのよ、だから今ちょっとね、あの子供たち、お父さんがいない時に、はい、あの使えるファレホがないっていうことで、ちょっと子供たちの分も含めて買ったら33分になってしまいました、ね、子供たちめちゃくちゃ塗るのね。めちゃめちゃ塗る。いろんな色分けをして。そうそうそう。あと、お母、あのお父さん的にはえっていうぐらいブチュブチュって出すから。違う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 、そんなに出さない。ああ。
絵の具のねあれと一緒に、ね、あのニューって出すもんね。そうそうそう、悪気はないですからね。そうね、うん、だけどちょっとずつ教えていきます、ね、さあ何を買ったか見ていきましょう、はい、じゃあまずはピリちゃん。はい、私ですね、私はブスマさんから出ております、はいはい、即席戦闘用エグゾフレームですね、はいはい、まあ、ちょっと今回テーマもあるので、うん、はいはい、こうなんかテーマにもなんか対応できるようなキャラクターがいいのかなと思って、ちょっとこれを。あ、なるほどね、はい、いろいろどうとでもできそうな感じでね。はいはいはい、ヌルガレとか見て欲しくはなったんですけど、うん、ちょっとテーマ的に難しいかなと思って。なるほど、もう形が決まっちゃってるからね、はい、で、まあ2300円です、はい、OK です。はい、はい、さあ、裏は、あ、大河原先生の。あ、大河原先生のね、はいはいはい、プライグザインでございます、うん、あ、いいですね、うん、ちょっと時間内にできそうな感じの大きさ、はいはい、そうですね。さあ、森木ちゃんは。はい、私はですね、なんとやっぱり一番対応していると、油すましです。油すましね、やっぱ油が好きなんですか。油粘土も好きですし、ね、そうですね、あのやっぱあのネズミ小僧と迷ったんですよ、はい、油とついたな。あ、なるほど ね、 ね、油がついちゃったんだ。だからこれ油すましって書いてますけど、これ油粘土とも読みます。いやいや、ひらがなですましまし、はい、すまし、あ、あ、またこれ間違ったこと言ったら怒られちゃう。ああ、間違ったこと、油粘土。いや違う違う違う、森田さんこれ5年間違ったことしか言ってない。しかも990円。でもこれあれですよ、初めて僕塗りますけど、はい、でもほら塗りやすそうでしょこれ、はいはい、ね、めっちゃ塗りやすそうですね。塗りやすくていいんだよ、はい、このシリーズ。俺鬼太郎とね猫娘作ったけど、めちゃめちゃいいですよ。でこれ990円ですから、誰よりも今んとこ安いです、ね、そう、なるほど、すいません、あ、それもなかなかいいですね。最初だって18万の顔出してたんですから。そっからそっからここですよ、考えたら抑えましたね、抑えました。ただまあみんな分かってないね。え、分かってない、違う、うん、違うね、ボークスさんのイベントでこうやって呼んでいただいたときに、はい、何を買うべきなのかっていうところ、え、ありがとうございます。こういう時はね、はい、こうやってね、ガンガンこびていくのが一番いいんですよ。え、この建物の、そうです、そうです、え、売ってですかこれ。そうなんですよね、もう、しかもまたゾロ目でいいですね、延期が。はい、オビー天国2ということで2222ってなって、ね、やっぱこういうイベントではこれやらないと。いやいやいや、だったらこれ4個でよかった。比べやすいですよ、わざわざ俺らに1回探り入れたんですね。あ、でもビザはあれでしょ、あの、権力にこびたくないタイプ。俺はこびてこびていきたい。割とそっち派じゃない、こびないタイプでやるんですよ、本来。本来ね、本来。でもこういう時はこういう時、本来はやっぱこういう時はもう、ね、読んでいただいたということで、はい、こちらを作っていきたいと思います。さすがで、はい、俺もそれにすれば。今からでも遅くはない。そうそうなんですよ。ちょっと変えてきてくれ。いやいやいや、これはこれですごくいいやつですからね。はい、じゃあこれを作っていきましょう。はい、お願いします。間に合うかな。今20分で、はいはい、お客さんが入るのが45分から45分から会場、はい、お客さんが25分、はい、あと25分で、はい、とりあえず作業を拭き終わるところまで。なんでもう一旦このランナーの状態で一回サフ吹いて先に筆塗っちゃう。ああ、なるほどね。あ、それもありだよね。ちょっと待って、俺待ってよ、そういう店。え、待てよ、やっべ、間に合うかな。間に合うよ、絶対だよ、絶対行けます、秒だよ、秒。どうしよう、一回俺もこの状態で、はい、何でしたっけ、サフを拭いてんでしょ、で、やらないとやばい、やらなくていいです。ちゃんとヤスリでちゃんとやってください。無線洗って、なるべくあの合わせ目が頭の後ろに来るようにしてるんです。無線障害者じゃないですよ、部員じゃないです、部員じゃないです。めっちゃ偉い。あ、そうそうそう、今回呼んでいただいて、めっちゃ偉い、すいません、もう分かんなくなっちゃって後輩かなと思っちゃって。反射でね、すいません、反射ですから。ちょっとやろう、やりましょう。はい、いただきました。すいません、ありがとうございます。じゃあ始めましょうか。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。遅刻の理由だけ聞かせてください。遅刻の理由じゃない、いいの、何らかしらのエレベーターがトラブったの。ほんと、こういうイベントに呼んでいただいたということで、こびにこびて、もう、ビンペンって言ってた。すごいよ、もう、ほんとに、あの、みんながキットを選ぶときに、分かってねえな、仕事って。こういうことよっていうね、食べていくって、こういうこと。僕、見えないですか、グレーです。今ちょっと本当怖くなって、ごめんなさい。バカにして、いや、ちょっと違う違う違う、バカにとかじゃなくて怖くないですか。何色で塗ったのって。いや、見
厚さのプラバン探して40分曇ってそのボリュームいやそうだね、楽しい、はい、切れば ついてます、ついてます抜けてない、大丈夫抜けて大丈夫、ついてました感動してるんだよなもうちょっと、もうね、家でやってるいや、その状況入りました？うん、本気でお客さんを無視できる、はい、いい範囲に入りました。こうなったらもう家と一緒だから楽、はい、部長そろそろ予定時間で延長してくださ、はい、あ、そうなんです、あ、延長お願いします。なんで勝手に言ったんだよ、勝手にしたらもうちょっと言った、何が問題だから延長するにしてもあとすごい後ろにこう積んでます、積みプラスね、あ、そうなんです、積んでます、はい、あれ、俺ずっと気になってたんだけど、はい、なんで片側だけ高いもう喋らなすぎて家だと悲しい、いや、いいですよ、ご家族がいる方は、いや、俺喋るだけ一切じゃないいや、ほぼ一緒じゃないですか、誰が一緒なんだよ俺45歳したの本当にカメラ許しよし、あれ、はい、部長なんだね。なんか改めて思っちゃってしまった。部長なんだね。さすがです。ごめんなさい、黙っちゃったね。いやー、はい、すごい。はい、そういうわけで終わり。終わった。終わった。終わりただけだと。もうちょっとね、ありがとうございました。十分プラボやってからもういいや。いや、違う。次回もまだありがとう。ああ、そうだ、あります。そうね、あります。はい、ありがとうございます。じゃあ、なんか告知事とかってありますか？ないですか？はい、ですか、はい、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、ボックスさんから何かありますか、はい、ありがとうございます、最後に皆さん、あの盛大なくして、結婚式か盛大なくしてお願いします7月10日にありますんで、はい、皆さんね、お楽しみに、また来てください、ありがとうございました。さあ、イベントが終わりました、はいはい、ありがとうございました、はい、いや盛り上がりましたね、そうですね、これ本当に盛り上がりましたね、楽しかったです、すごいね、ちょっとびっくりしたね、はい、このね、皆さんこんないっぱい来てくれるなんて思ってます、ね、本当にマジにもいらっしゃいましたし、はい、ね、本当すみません、ありがとうございました、ね、で、一応実演ということで、はい、塗装ね、作品作りましたけれども、はい、はい、まずぐらいが、あ、僕、はい、まあ、テーマ夢をいただいて、はい、すごいもう若い分からなくなりまして、はい、最終的にあの悪夢という悪夢カラーという塗り方をして、この夢見たら風邪ひくっていう、これ見た時相当熱高い時の夢、そうね、そうですね、だいぶうなされてる時の夢の色ですね、はい、はい、それで、私が、天国というこれはすごいですね、天国感のある、ね、天使ちゃんもいます、はい、それやりました、はい、はい、そして森木さんが、はい、私が、宇宙、宇宙、はい、まあもう本当壮大なるね、なんか森木さんセンス大爆発でしたね、うん、もう分かんないんでね、まあ、ブラックホールと星と、はい、全てを表現して最後は粘土ででかい星にしてやりました、ね、全員みんなね、あ、すごい綺麗かわいいと思ったんだけど、はいはいはい、ただその説明を聞いた時にはみんな首をかしげてましたね、むしろ今度はね、今日のお客さん優しいって聞いてたんですけど、みんな首かしげてました、ね、優しかったですね、そしてピリちゃんがね、僕はホラーですね、はい、ちょっと両肩とか、はい、膝のあたり目ん玉にしたんですけど、おどろおどろしい感じ、ちょっと本当実演やっぱ慣れてないっていうのが分かりましたね、やっぱ細かいとこ塗りすぎてああね、で、あの40分っていう時間、ね、あっちゅう間ね、はい、あっちゅう間、あれはちょっと勉強になりました、そうですね、はい、そして、このイベントが、まあ今日はね、6月26日なんですけれども、うん、はい、またメンツを変えまして、はい、7月10日にございますので、はい、ぜひ皆さんよかったら遊びに来てください、ね、こちらの作品の方はですね、6階の、はい、展示のところで、我々ね、サーバインとか、はい、うん、あの作ってきたプラモと一緒にこちらも展示させていただきます、はい、これもいいんですか、これも展示していただきますよ、はい、これ、やったやったマジかよ、嬉しいな、はい、というわけで、はい、皆さんぜひまた7月10日も来てください、今日はどうもありがとうございました、はい、
そしてチャンネル登録よろしくお願いします。副部長間に合いましたよ、ね、副部長来ましたね。すいません、あの娘に離乳食かけてそれはしょうがない。素敵な、すいません。あとその後に、はい、保険のちょっとあの生命保険入る契約 の、はい、あの保険のレディーの人が来て、はい、それで遅くなっちゃう。あ、それはしょうがない、それはしょうがない、はい、7月10日でも大丈夫ね、間に合うね。離乳食の時間だけど離乳食の場合はもうしょうがない、すいません。はい、副部長は7月10日遅れるかもしれません。すいません。